今回やってきたのはこちら、新潟県を走る北越急行、通称北北線の三佐島駅。冬には雪が降り積もり、とっても寒いこの場所に、木造で温かみのあるこの駅舎。駅の内装ももちろん木造。落ち着いてのんびりと過ごせる暖房完備の畳の待合室や、さらには周辺地域を PR するための展示なども、なんだか外の寒さを忘れてしまうような、とっても温かみのあるオアシスのような駅なんですね。しかし温かみのある落ち着いた駅舎と打って変わって、一歩ホームへ向かうと状況は一変。ホームに向かう階段は寒々しいコンクリートに覆われ、さらに階段を下り終えると2箇所にわたって設けられた頑丈な鉄の扉、そして不気味に響き渡る風の音。そう、この駅のホームは赤倉トンネルというトンネル内にホームが設けられているというちょっと珍しい構造になっているのだ。北北線には2015年まで在来線最速の160キロ運転を行っていた特急ハクタカが走っており、この駅では安全面などから電車が発着するとき以外はホームに出られない仕組みとなっている。特急ハクタカ現役の当時はこの駅を通過する際、とてつもない風圧で轟音が響き渡っていたというが、ハクタカが廃止された今、風圧による轟音は健在なのか。ハクタカが廃止された後は通勤型車両による超快速スノーラビットが運転されており、最高速度110キロでの運転が行われている。ということで今回はこんな検証を行ってみたいと思います。さあ、ここに来てようやくタイトル、鉄道検証企画第2弾、北北線三佐島駅の恐怖の轟音は未だに健在なのか、超快速スノーラビットの通過で検証していきます。さあ、ということでまずは普通電車が発車すると、なんと不気味な風の音が響き渡ったのがお分かりだろうか。ハクタカ元気の当時はさらに恐怖感のある轟音が響き渡っていたという。ということで早速電車の通過を待ってみるものの、全く人気がなく、湿度の高いこのトンネル内に一人で待っているのは何とも言えない恐怖感がある。ちなみにこの駅、駅舎からホームに行くまでに2つの頑丈な扉があるのだが、駅の階段を降りて1つ目は常時開くようになっており、先ほど言ったスペースに入ることができる。2枚目はこの場所からホームに入るための扉なのだが、この扉は停車列車到着時のみしか開かず、電車が来ない間はホームに出られない仕組みになっている。見た目や音ともになんだか映画のワンシーンにも出てきそうなこの扉だが、実はこの2つの扉は同時に開くことはなく、万が一電車の通過の際に2つの扉が同時に開いてしまった場合、風圧で駅舎のガラスが割れて吹き飛んでしまうんだとか。また電車が通過する際にはホームに出ていけない旨の自動放送が流れると同時に、さらに恐怖感をあろうようなチャイムが流れるようになっている。さらには現在ではこのように地元観光協会による地元の言葉でも自動放送が流れるようになっている。そしてこの寂しい空間に待つこと約30分、ついに超快速通過の時が。果たして今も通過時の恐怖の轟音は健在なのか。嵐の前の静けさと言わんばかりに静まり返るこの空間だが、それでは超快速スノーラビットの通過の様子をノーカットでご覧いただこう。
それでは別の列車でもう一度お楽しみください。さあ、ということでいかがだっただろうか。白鷹の時に比べ多少迫力がなくなったものの、いまだに轟音による恐怖は健在だった。とっても怖い三差島駅だが、皆さんも一度は体験してみてはいかがだろうか。ということで今回の検証企画はこれにて終了。また次回の配信もお楽しみに。それではまた。電車が到着するまでホームの扉は開きません。扉の前でお待ちください。電車到着後、青ランプが点灯し、自動で扉が開きます。開きましたら、ホームに出てご乗車ください。The train will arrive soon. The doors will open once the train has come to a complete stop. Please take care when boarding the train.